ザ・ジャッジ。特する法律ファイルは2001年10月19日から2004年10月15日までフジテレビ系列局で放送されていたフジテレビ制作のバラエティ番組である。略称はザ・ジャッジ。放送時間は毎週金曜19時57分20時54分日常生活上で起こりうる様々なトラブルの事例とその経緯を VTR にまとめ、それに対して 法律の専門家たちが下すジャッジをパネラーが予想するという内容で放送。ジャッジは当初は顔が映らない謎の裁判官のような男が下していたが、後に番組顧問弁護団の弁護士たちが下すようになった。番組は2004年10月15日放送のスペシャル回をもって同タイトルでの放送を終了。二週間後の十月二十九日からはザ・ジャッジ・ EX と題し、 一時間早い金曜19時枠で放送されるようになった。このリニューアルにより、それまで本番組を同時ネットしていた、東海テレビ、関西テレビ、岡山放送、テレビ大分では打ち切りになる、あるいは遅れネットへ移行するなどの措置が取られた。身近に起こるあんなトラブル、こんなトラブルメインコーナー、マネートラブル、こんな時、おいくら、一車両を取れる金額を、 顧問弁護団の平均金額を算出。これって罪じゃないの視聴者から寄せられた、些細なトラブル、または、ドラマの安心で取られる行動などへの素朴な疑問に、対し、法律上では有罪か無罪かを答える。爆笑問題が担当。プチトラブル110番。訴えたいけど訴えるほどのこともないような、こと細かなトラブルを取り上げるコーナー。爆笑問題の田中とち野が担当。 太田の、そーっとやってみよう略して、ふとそう。法律の境界線が曖昧な事柄に線引きすべく、若手芸人が挑む実験コーナー。爆笑問題の太田が担当。有名人事件簿、スタジオゲストの過去の行為についてジャッジする。ジャッジのあなた弁護士は見た本当にあった女と男の、怖い話男女にまつわる修羅場を豪華な、出演者によって再現ドラマ化し、それをジャッジする。 末期には VTR を流すのみになり、ジャッジをしなくなった。その他のコーナーこのほか、初期には世界の変わった法律や判例を紹介するコーナーも放送されていた。詳細はザ・ジャッジ・ x コーナーを参照。ありがとうございます。